さあ皆さんこんにちは。発売前の86です。新型86ね、現行は2リッターの NA、新型になって 2.4 リッター NA になりました。そこでブリッツの小林さんにお伺いしたいと思いますけれども、これノーマルと比較してどこが違うんですか？まずガラッとエアロフルバンパーで、はい、ちょっと交換させていただいてます。ちょっと今まだマスターでなんですが、まあ、発売前の車ですからね。そうですね、はい、試作ですよね。はい、試作をちょっと付けさせていただいておりまして、はい、ここはか、あ、抜いてないんだ。まだ抜いてない。ここは抜けるの？はい、抜けます。そうだよね、風抜いて、はい、ホイールハウスの中の下も抜いて、なかなかかっこいいよね。ありがとうございます。うん、横はサイドステップと、このフェンダーも実は変わってます。違いますよね、これね。はい。はい、と、サイドステップをつけて、はい。サイドステップかっこいいじゃないですかね。ありがとうございます。はい。あと、リアフェンダー貼り付けと。あ、これね。これオーバーフェンダーでしょ？そうです。車検は、はい、車検大丈夫な範囲でやってます。10ミリギリギリいかないぐらいで。ここは一緒だよね。一緒です。そうだよね。はい、あー、なるほど。はいはいはい。で、リアもバンパーごとデザインして交換して、はい、4本出しのマフラーに変えてます。うん、かっこいいね。と、GT ミニです。はい。で、ノーマルのここはこうダックテールみたいにこう少しこうなってるんですけど、それを少し抑え気味にしてあえて、うん、そこからこう足を出してちょっとバランスを整えてる感じです。ああ、そうか、ダックテールやめたんだ。なんでここをあえてここごと変えてます。そうだよね。はい、はあ、なるほど。他には？他はですね、タイヤホイール、はい、タイヤホイールとあと全部ブレーキも今交換してます。うん、変わってる。はい、サスペンションも、サスペンションも変えてます。タイヤはだって通常だと18です、ね、235、はい、これはなんですけど、これ今18インチで、255が4枚入ってる状態。はあ、足車高調。車高調です。エンジンは？エンジンは今、吸気系だけやっています。はい。それはちょっと見たいな。ちょっと下吸気も開発はしてます。はい、やってんの？はい。ただちょっとセッティングできないので、今回は吸気だけちょっと。おお、綺麗。で、ここサクションもカーボンで。うん。ああ、綺麗綺麗。さすがメーカーのやることは違うな。綺麗だね。ありがとうございます。はあ、これはじゃあバート声優チームに取られちゃうよ。可能性ありますね。あるよね。 あります。あのチーム強いからね。気をつけないと思ってくれちゃうんですよ ね。声優チーム強いんだよ、バートはね。ブリッツ号あいつら何台も持ってってるから。はあ、綺麗にしてるわ。あとタワーバーと、うん、サスペンションの上にこう電動でモーターがついてまして、はい、じゃあ室内でダンパーを動かせるんだ、はい、あと G センサーもついてて、うん、走行時に合わせてこう減衰変えたりとか。あ、そう、はい、そういうことが一応できるようにして。バネレートは？バネレートは今フロントが8キロでリアが6キロ、ストリート向けのタイプになってます、ね。はい、へえ、そっか、室内で調整できるんだダンパー。そうですね、綺麗ね。その辺のあの修理工場でやってると違うよね。やっぱメーカーがやるとこういう風に綺麗になるよね。はあ、綺麗。発売前だよこれ、ね、今年の秋だからこれ発売されるの。事前に開発してんだよブリッツは。はあ、でも基本設計は現行型の86に近いところがあるので、うん、意外とこうパーツは流用できるところも多い感じなので。そうだよね。トヨタさんありがとうございますっていう感じです。トルクがやっぱり上がっているので、そうだよね。乗りやすくなると思います。はい、そう、速いんだよトルクあって。ね。なるほど。はい。あとは室内を少しカスタムしてる感じ。あ、室内変わってんの？はい。あら。なるほど、速いブリッツ。ブリッドさんのシートと。あ、いいね。ステアリング、あとシフトノブ周りとかですね。あと3連メーターパネルを。ああ、これね。はい、つけてます。あ、ここのメーターはね、見やすいよ。こういうところにこうボコボコつけるよりも、あとはこのここのピラーにつけるよりも、ここの方がさりげなくて見やすい。ああ、
ブリッツだからブリッドみたいなね仲良くさせていただいておりますよね。うん、いいよ、なんか走る、もうスポーツカーって感じ。じゃあエンジンもかかります。あ、そう、はい、うん、いい音だ。お、いい音、いい音。やっぱ2リッターと違って 2.4 リッターあるからちょっとこう重い音するよね。これの2リッターはもっとこう軽い安っぽい音だ。これはなんか高そうな音がする。へえ、これは何、これ、まあ、何やつ。さっき言ったダンパー、減衰力が表示されてます。すげえ、ここで調整できるんだよ。ここでダンパー調整、前も後ろも。これで柔らかかったり硬くしたり、ここで全部調整できる。これはね、すごい便利。なかなかこう降りてボンネット開けてこう手でやるのもなかなか面倒なんです。そうなんだよね、ついてると楽ですよね。これは今時だよ、昭和の車にもつけたいぐらいだよ。そうか、シフトノブ、サイドブレーキ、ステアリング、はい、メーター。あー、なるほどね。まあ、まだまだ試作なんですけど、うん、実際に車が発売になる頃にはなんとか商品化に、あ、出来上がるんだもん、はい、していきたいなと思います。早いね。これは楽しみだぞ。ね、やっぱこう出来上がって秋ぐらいにはもう出来上がる。そうですね。車の発売で最後確認して、うん、発売という感じにしたいですね。それはぜひちょっと試乗したいね。ぜひお願いします。ね、秋にはじゃあ皆さんにこのブリッツ号を、僕はドリキンテレビジョンでここを走ってみたいと思います。バズる動画を作ってみよう。皆さんにはグラビアチーム。レースクイーンチームを率いてもらいまして、対決形式でそれぞれバズる動画を作っていただきたいと思います。わー、なるほど、ね、何パーツといく、はい、一流のレースクイーンを乗せてバズる。なるほどね。美女の胸元に歩数計をつけて何歩揺らすことができるか。揺らして揺らして。これがクラビアイドルのガッツっていうことを皆さんにお伝えできればいいなと。土屋さんがどうしてもやってみたい企画があると。やりたい。それは何ですか。誰もやったことがない、はい、デンジャラスな走行を。え4台のバトルを。ああ。